旧軽井沢銀座通りに面して立つ軽井沢、観光会館旧軽井沢メインストリートは、長野県北作郡軽井沢町にある、長野県道133号旧軽井沢、軽井沢停車場線沿いの商店街。バブル時期から旧軽井沢銀座、旧軽銀座とも呼ばれていたこともあった。旧軽井沢ロータリーから旧薄い峠方面へ向かう。 約500メートルの区間が旧軽井沢のメインストリートになっている。かつては中仙道の軽井沢塾があったところで、軽井沢駅のある新道地区からは北に離れた場所に位置している。1888年にカナダ人宣教師のアレクサンダークロフト賞が別荘を開設して以来、多くの著名人が軽井沢に別荘を設けたことから、 別荘族御用達の商店街として発展した。その中でも軽井沢堀は外国人の別荘向きに作られた経緯がある。今でも家具には名残がある。その後も軽井沢にはペンションブームなどが追い風となって夏場を中心に多くの観光客で賑わうようになり、手作りジャムや民芸品、タレントショップなど観光客を対象とした店が増えた。避暑地であることから、 かつては夏季のみ営業し、冬場にはシャッターを閉ざす店も多かったが、1997年の北陸新幹線先行開通により年間を通して観光客が訪れるようになったこともあり、近年では数年営業する店も増えている。北陸新幹線、品野鉄道軽井沢駅から旧軽銀座入口のロータリーまで、軽井沢本通りを北に 1.8km、徒歩、 約25分、車で5分ほど。ただし夏場は混雑し、自動車での移動は、時間を要することが多い。駅前、旧カル銀座とも貸し自転車店が多く、自転車での移動も可能である。駅北口から、町内循環バスが出ており、上限200円で街中を回れる。ありがとうございます。